アントラーズで今一押しの選手は誰ですか。これちょっと普通に答えたらつまんないじゃん、はい、ヒロキとかさ、はいはい、ユーマとか確かにそうですね。俺じゃあはい、はい、名護。おあいつはやるぜ。確かにあいつはやる、それだけなんかなんでそう思ったかとか大卒っていうのもあるからちょっと高卒の1年目とか比べるのはどうかなと思うけど、うん、あいつさえやる、うん、あいつうまいのはもう間違いないじゃないですか。けど、ね、足元バッてそうそうそうガッツリいけますよね。意外と潰せよって言って潰しに行くんだよね、はい、ちゃんと、うん、そこはおおって思いました。あとイクマもやる、うん、あいつは余裕でやってる。まだちゃんと追い込まれたりとか一回ボコられた方がいいね。あいつはそういうプロというか、あいつは多分ボコられずに来たんだよ、うん、高校まで。もうちょっと必死にやったらすごいよ、うん、まだ余裕でやれちゃうから、はい、確かに一押し、うん、あのその2人なしね。3、2、有馬孝太郎絞り出したな有馬孝太郎。どういうとこ、どういうとこは意外と繊細なにボール持ってたり。わかる、あの顔らしくないんだな、はい、なんか全然イメージと違うプレーができるんですよ。ボールタッチとかね、柔らかいんだよね、はい、アウトで止めたりとかするんだよ、わかるわかる。で結構さ、ずぶといじゃん、はい、ずずしいし、でそういうところはね、やっぱ必要だなと思う、うん、ある程度フォワードっぽいですよね、うん、あいつ一回、名護にバーンって削られて、うん、全然違うとこボールあるのにバーンって蹴ってたからね、名護の。マジですか、うん、あじゃあここ掴もうかなと思ったけど、いやまあそんくらいの方がいいわと思って、うん、名護も気にしてなかったから。あじゃあいいですね。そうそうそう、そんくらいやっぱやった方がいい、うん、部活とユースそれぞれのあるあるネタを教えてください。ワンちゃんユースだね。はい、僕ユースです。ユースの環境がわからんな俺は。芝生でしょ、だって人工芝です。すごくいいよね。まあでもありがたいですね。グラセンやんないわけでしょ。やんないです。こう先がギザギザしたやつで、はいはい、やんないですね。一回押して全部押した後に引くんだからやんないですね。それ3年までもずっとあるんですか。1年がいる。1年だけ。1、2年がいるから、うん、あるあるはないですね。あるあるなんだろう。スライディングしたら血出まくるハンバーグでここにできるやつハンバーグありましたね、うん、昔はよくできたな。坊主とかしました。あしたした、俺1年の時したよ。マッチ棒みたいなユースは坊主とかがない。あでも鹿島ユースありますね。あとあれくんで言うじゃん。あそうくん、先輩のことくんで言うんだよ、はいはい、俺それはどうかと思うよ。ユースの先輩はプロに上がってもくんなんですよね。俺この前有馬にアツト君って言われて、えこいつ曽我さんとかにも君って言うのかなって思ったいや別に俺いたんだよ多分ワンちゃんも、はい、あの筋トレの時、はいはいはい、いましたね。ワンこの持ち上げられなかった時にアツト君アツト君って言われて一瞬えこいつみんなに君付けで言ってるのかなってああそうかも。で俺はその時別に何にも気にせずいいよいいよってあげたけど、別に俺はいいよ君でも。あそれをね曽我畑さんとか三尾くんって言える。いいえ絶対言えないです。いや言ってないんじゃないですかさすがのあいつも。言ってないかな。じゃ俺それをねこうやって直接言ったら、うん、え何この人ちょっとうるさいなみたいに思われたくないし、あ考え古いなって思われたくないから言わないけど。確かにその辺分かっ 2,3 歳なら分かるよ、うん、まだユース上がるんですよ、はいはい、俺と曽我さんはダメだろうなと思う、はい、ダメですね。曽我くんって言ったことないでしょ。いやない言えないっすって。三尾くんとか絶対言えない。すごいな。じゃあそういう意味でも一押しです。じゃあ一押しだよね。はい、うん、それがズーズーしかなきゃダメ、はいはい、次生観戦してみたいスポーツは何ですか。はい、はい、相撲。相撲、うん、俺見たことないんです相撲、うん、でも確かに生ではあるないっす。俺相撲見てみたい。国技じゃん。はい国技を確かに見たことないってどうなのかなって思うし、絶対面白いと思う。行ってみたら面白そうですね。ぶつかるだけだぜ。確かに本当そうですね。ぶつかるだけの中にどんだけそのアスリートとしてね、はいはいはい、細かい部分はあるの、はいはいはい、テレビで見ます。そのたまに見る。エヴァンちゃんある。 NBA が好きなんで、あもう生で見に行きたいなって思ってます。一回見に行ったの俺、なんか羨ましい。ドイツの時に遠征でみんなで、で楽しいよ。なんか夢ある。夢感夢ありますよ、ね、夢感あるけど。すごくないですか、2メートル超えてる人がそうだ、ね、めちゃめちゃ早く動くって。まあサッカーがねそうやって思われるように頑張ろう、はい、そうしましょう。はい次、はい、あ天皇杯で娘さんと入場しましたがどうでしたか。俺、ね、娘とかさ子供とね入場するっていうのが一つの夢だったんですよ、はいはい、だからもうぶっちゃけいつ引退してもいいな
まだワンちゃん目がパッパチッとなって。入場したい。いやしたいっす。全然俺アツトさんの娘も抱っこしていきたいです。本当に。俺去年1年ずっと狙ってたの開幕戦から、はいはいはい、でもずっと怪我して、うん、全然狙えなくて最後の最後、うん、本当ギリホームの最終戦間に合った。もう一回やりたいですか。やりたいね。1年に1回ずつやったらさやっぱこう、はい、娘の成長も見れるしさ、うん、もう俺もそんな長くないじゃんその選手として。ん？そうだよそりゃもう、ね、もう引退はすぐ。いつ分かんないですからね。そういうねやっぱり一つの記念じゃないけど、うん、娘がサッカー選手ってお父さんがサッカー選手分かってる間ね、うん、抱っこできる入場できるチャンスがあるならしたいなと。そうですね。鹿島での生活ここがいい。なんだろう全然出てこないやつかおい絞りだぜ。ありますあります。ご飯美味しいとこありますよね。あお店はなんか多くないじゃないですか多分他の。そうだね、まあ、けど都会に比べたらねそりゃ美味しいお店は。 あとね俺子供できた思ったんだけど、はい、座敷が多い。あすげえ助かる。もうちょい欲しいですね。鹿島神宮にしかいるし、はい、いますいます。揚げに行きましたよ。それは行った、はい、何回か。俺アツトさんが若い時に、うん、なんか試合前に鹿に餌をあげに行ってた時があったらしくて。そうそう。その話を聞いて俺とケンとたまに鹿に餌あげに行ってました。勝てないとか、はい、去年大事な試合前とか。あそう行ってました行ってました。鹿に餌あげたら勝てんねん。はい、だから俺行ってました。あの3連覇した時あるじゃん、はい、あれ俺のが餌あげたからだ、ね、そんなことしてたんですね。一番ちっちゃいやつに頑張れ頑張れ。わかりますわかります。俺もう去年何回行ったかな。10回以上は行きましたよ。じゃあ俺も今年子供連れて行こう、はい、選手の中で誰が一番ゲーマーだと思いますかこれアツトさんにって答え待ってますよ ねこれ多分、うん、いや間違いなく俺だね。家庭を持ち、ね、子供がいるし、はい、銃で撃ちまくってるゲームはできないと、はい、でしょ。やってますやってますやってるよやってますやってるよ。それはやるよ、はい、ゲーマーだもん、ね、あるよ。やるそれはそれはやるよ。それだからこそ一番ゲーマーですね、うん、確かにチームの中で。そうそう斧でね、はい、バスッとかいや、ね、子供の前では確かにできないですね。できない、はい、血がプッシュみたいなとかできないよそれできないできない。俺多分ねもうサッカー以外ずっとゲームやってると思う。いやもうそのイメージしかないです。俺本当はこういうの買いたいの。これ四隅の部屋に置いて、はい、こうヘリコプターが上からこうやってぐるぐる回ったらその音通りにぐるぐるこう聞こえるの。ぐるぐるワン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 みたいな。じゃあ一番のゲームはアツトさん。リクシールスポーツザリレー、今回はアツトさんでした、素晴らしくやりやすかったです。最後ワンちゃんでも喋りうまいもん。上手でした。次あるのね、はい、そしたら次はアツさんが司会で誰かをゲストに呼んで。誰がいいかな。いやアツさんです。でも見てる人のイメージ喋りやすそうなのは、まあ、ヤスとか、うん、ちょっと面白そうだなって思うのは曽我さんとか。曽我さんですね。でもアツさんが一番引き出せそうですけど ね曽我さんにはいけないよ、はい、ヤスさんはあれはちょっと誰でも喋りそうだけど。ヤスはもう、はい、釣りの話しときゃもう、はい、釣りと足のふくらみの話で何でも膨らむから。曽我さんを引き出せるのはアツさんかな。まあそこら辺はちょっと考えましょう。リクシルスポーツザリレー。またね。またね。